野崎チャンネル。そこ。はい、ということで、6月24日、西武と巨人の両球団は、若林外野手と松原外野手のトレード成立ということで、そこをお伝えしますということで、佐々木が昨日の動画でね、若林選手っていうところをね、言ってましたけども、早く出しといてよかったっていうね、ところで。あとはね、まずはこちらの動画をご覧ください。スタート。さあ、トレードに出してあげた方がいい選手、今日は巨人です。はい。で、続いて、はい、こちらです。松原聖也。今年オープン戦めっちゃ頑張ったからな、はい、ちょっとビッグチャンスだったけど、うん、ちょっとね、うん、一軍最初の頃は結構チャンスもらってきたけどね、うん、4月13日が最後で今2軍で、はい、まあ、ちょっとこれノーチャンスやろもう。はい、ということでね、なんと佐々木もう動画撮ってましたから出すのがね順番があるっていうところで、トレードが起きそうだなっていうね、相手チームは分かんないけども仕掛けていきそうだなっていうところから順に出していきたいっていうところで、まあ中日西武になったんだけどもね、ジャイアンツでも松原選手言ってましたから、まあ松坂はね西武と巨人の間でトレードが成立するとは思いませんでしたけども、まあこの若林選手っていうところで、まあやっぱりこのね今の西武の編成上になった時にやっぱいい選手を出さないといい選手も取れないっていうところと、まあ今一軍で右バッター岸ね、長谷川奥村って言ったところも、まあ、右打者として、外野手で活躍してるし、そうなってくると、ちょっと優先順位は低くなってきてんのかなと、西武球団の中でね。で、その中で、まだまだいい選手で、使えるっていうところでは、トレードに、名前が上がってくるっていうのは、まあ、必然かなっていうところもあるし、で、松原選手をね、取ってくるっていうところで、まあ、左はね、蛭間、鈴木翔平、西川っていったところがね、基本的に今一軍でいるけども、まあ、そこにもう一かでね、吹かしてもらいたいっていう西武の、気持ちもあるだろうし、巨人としては左がねもうちょっと若干もう松原のまあね動画内でも言ってるけどもちょっともう優先順位が低くなってきてると、左の外野手で言えば、秋広、そして、ルーキーのね一軍上がってきましたけどセンター前ヒットを打った佐々木、重信、そして松原もいて立岡、梶谷、丸って言ったところがね、左でいることによって、まあ、立岡もね今年怪我から復帰してきていい感じに残してきてるし、重信といったところの、ダイソー守備要員、若手のね、岡田、そして、佐々木ね、で秋広でベテランのところでは丸、梶谷といったところがいるんで、もうかなりね、順番が、遅くなってきてる。そして、今年はね、オープン戦、そしてキャンプともね調子良くて監督がね阿部監督に代わって、まあ、チャンスあった中ねシーズン序盤でチャンスをものにできなかったっていうところで、まあこれはもうね、松原にとったらめちゃくちゃいいトレード。もうこのままジャイアンツにいても、もう次の住処になるだけで、もうほぼほぼチャンスないしね。でしかも今年チャンスもらってて、チャンスを生かしきれなかった。そして順番が下がったっていうね、まあ自分自身の責任もあるけども、もうこれはね、もう環境変えた方が絶対いいから、これは松原にとったらめちゃくちゃいい。これ以上ないトレード。しかもトレード先もめちゃくちゃいい。まあ今ね、西武だと一軍で蛭間とかね、まあ栗山のベテランもいるし、そこでね、いろんな勉強になるっていうところもあるし、まあ金子も今年前半ね、頑張ってたっていうところもあるけども、カチッとね外野が決まりきってないっていうところで言うとこの新規ってね、でしかも巨人からね西武だから移動もそんなないしね、もう下手したらマンションとかもそんな買えなくてもいいかもわかんないから、そういった意味ではスムーズに移籍できる。そして外野手のレギュラー固定してない。でここで松原もうね最後の大勝負としてレギュラーになれる可能性もあるっていうところで言うと、松原の西武っていうのはめちゃくちゃ素晴らしい、移籍。そして、若林で巨人で考えると、この右がね、長野、そして、萩尾、で外国人ヘルナンデスで、オコエ、浅野っていったところで、まあ、若干左に比べるとやっぱり右が少ないんだよね。で、そこで代打とか長野に頼ってるっていうところもあるし、まあ、萩尾もね、まあ、ここまで頑張ってるけども、ちょっと成績もね、落ちてきたっていうところもあるから、左に比べると若干右の外野の方が手薄になってきてて、足もあって、身体能力も高くて、うまく技術が伴えば、ルーキーの時の活躍も素晴らしいから、持ってるものも素晴らしい。ここでね、歯車が一個噛み合えば、一気にいけるっていうね。で、まだ26歳、若林もね。そういった意味では、今、巨人にないピース、ないところ、で、足もあるっていうね、戦力的にも、戦術的にも、起用法としては起用しやすいっていう、巨人としてもかなりいい思惑はあるよね。だから両チームともに、めちゃくちゃ、チームにとっても本人にとってもいいし、でね、西武の時のトレードの動画で言ったけども、その、まあ、西武はね、今もトレード
度とか焼け石の水だから、まあ正直今の若い選手たちの底上げをする方が大事っていうね、間違ってはないと思うけども、まあこれはあくまでも外から見た意見だからね。やっぱり中にいる人間たちはやっぱりどうにか今年こっから何とかして盛り返して、最低でもね、それは限りなく難しいかもわかんないけども、最低でも3位狙ってクライマックスいけるように、まだ半分あるとシーズンね、こっから何とか盛り返していくために何とかしようっていう、それ気持ちもあるからね。まあ外の見た感じはね、来季に、してチーム再編しようなんてね、それは無責任だね。まあ外から見たらそこまで責任もないし、まあ、これが適切なね分析で、真っ当な評価かもしれないけども、やっぱり中にいる人たちはね勝負かけてやってるっていうところで、まあこの選択もね、まあ理解できる、ところもあるけども、でもどっちにしてもやっぱ底上げはね西武としたら、大事になってくるし、巨人としてはね、まだここは1位から6位まで 5.5 ゲーム差の中でね、優勝も狙い位置にあって何かしらのピースを付け加えてね、巨人に今ない戦力ない能力っていうのを付け加えて一気に優勝へ持っていくっていうね、まあお互いの思惑がね、合致したトレードになって、であとね、さすがにところね、トレードに出してあげた方がいい選手っていうのはまず趣旨として予想じゃないんだよね。もちろん佐々木としてはそれが当たったのは嬉しいよ。それなぜ嬉しいかっていうと、まあ、評論家解説者として12球団のチームの構成、チームの分析、そしてどういう風にしたら強くなっていくのかっていう編成上の問題、もちろん戦術上の問題、グランドレベルね、そういったところを12球団ね、全試合試合見てそうチェックしたりとか、各年度のドラフトをねしっかり見てきたりとか、過去のドラフトも含めてどういうねチームが戦術編成ともにいいのか、能力あるのかっていうのを分析して調べて、長い期間長い時間かけていろんなことを積み上げてアップデートして知識として入ってるから、まあもちろんそれが全てでないし、内部のことまではわからないこともあるから 100% 正しいっていうことはないけども、そういったね分析をして調べて、こういった選手まだ使えるよう出した方がいいんじゃないのか、こういう風な方が入ってきてこういう分析した方がいいんじゃないのかっていうところが当たったっていうところで言うと、評論家解説者としてはやっぱ充実感もあるし、勉強している甲斐あったなっていうところもあるけども、これはね予想じゃないんだよね。これまあ一つは選手のためを思っていい能力あってね、使い道ないんだったら出してあげればいいじゃないのかっていうね、この多くの人がまだ気づかないね、その球団のファンの人しか気づかない12球団のファンの人のためにも、こんないい選手このチームにはいるんだよ、あなたのチームにどうですかとかね、編成に向けてとか、編成の人もね佐々木チャンネル見てくれてるっていう声もあるからね、こういった人いますよっていうね、ところでその選手に新たなチャンスを、セカンドチャンスを与えるね動画になった方がいいっていうところもねあるし、まあ球団内でこういう風なところでね、こう変わっていってもいいんじゃないのかっていうね、ところの選手のポジティブな応援だったりとか、チームに対する強化のポイントだったりとかっていうのをファンの皆さんに知ってもらいたかったりね、選手へのエールっていうところもあるから、予想してるわけじゃないからね、もし当たったら嬉しい、いろんなところがね考え方がパーってたんやっていうね、当たったらもちろん嬉しいけども、だから外れたところで別にそれ外れるっていうよりも紹介も込めてのエールもあるからね、予想してるわけじゃないっていうね、ぜひそこら辺ね見てる皆さんも、見ていただきたいなっていうところはねあるけども、まあ、今回ねいや本当良かった、取ったばっかりだったからね、このちょっとでも遅れたらまた後付けになっちゃうしね、いいタイミングでね、このトレードがあってその前に出せたっていうのはねいいけども、内部のね12球団まだね2球団しか出してないから、あと10球団あるからね、内部の内部までね情報も張り巡らして、どういうね選手が出してた方がいいのか、取った方がいいのかね、こういうチーム編成どうなんでかっていうねとこも、これからね12球団総チェックやってますから、その時はねチームの戦術戦い方含めた編成ね強さっていうところもねしっかりさぞが分析して、12球団のファンの皆さんに、新しい目線で、そして知らないところから他球団のことまでね、しっかり皆さんにお伝えするようにこれからもね精進していきますから、ぜひ佐々木チャンネルとともに楽しんでください。で最後にね、若林選手はね、西武球団を、通してね、言ったこと、一番思い出に残っているのは初スタメンの試合で自分の名前がコールされた時ですと、プロ野球選手になったんだなと実感しました。僕はリハビリ期間が長かったんで、どんな時もタオルを掲げて応援してくださったファンの皆様には感謝しかありません。新天地でも総攻守でアピールして戦力として認識してもらえるよう一生懸命一から頑張りますというね、コメントをして、松原選手も巨人球団を通じてね、読売ジャイアンツに入って7年半、とてもいい経験をさせていただいたと思っております。今の自分があるのもジャイアンツのおかげです。本当にお世話になりました。ユニフォームは変わりましたが引き続き応援していただければありがたいです。今後も応援して、応援よろしくお願いしますというところでね、両選手が新天地に行ってね素晴らしい活躍をできるように、そしてトレードはポジティブやっていうところをね皆さんに分かってもらいたいっていうところで、松原選手と、若林選手のトレード、これは両チームにとっても両選手にとっても素晴らしいトレードだったとさっきは思います。ということで以上、そこでした。